ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は国内版が正式に発表された HTC の最新スマートフォン U20 Plus をご紹介します。 U20 Plus は HTC の今年のフラグシップスマホとなります。日本での発売日は7月20日から、価格は約10万円となります。スペックについては次の通りです。 CPU は Qualcomm の Snapdragon 845、 RAM は 6GB で、ロムは 128GB。 ディスプレイは 6.0 インチで、解像度は 2880×1440 ドット。カメラは背面のアウトカメラが1600万画素と1200万画素。レンズの構成としては広角と望遠レンズになります。前面のインカメラについては800万画素のシングルレンズ。バッテリー容量は 3500mAh で、OS は Android 8.0 となります。その他の特徴としては、IP68 の防塵防水に対応しているほか、USB 端子は Type-C、イヤホン端子は搭載されていないため、接続する場合は、この USB の Type-C 端子に接続することになります。Wi-Fi は 802.11ac をサポートしているほか、このスマホは SIM フリーとして販売されることになるんですが、SIM フリー端末としては珍しく、お財布携帯にも対応しています。OS については、Android 8.0 が搭載されていますが、次のバージョンであるAndroid P へのアップデートも予定しているとのことです。また少し変わった特徴としては、物理式のボタンを一切搭載しておらず、右側面に搭載されているボタンのように見えるところは感圧式のセンサーになっています。ですので、繰り返しボタンを押すことによる部品の劣化は少ないのではないかと思います。そしてボディのデザインですが、海外で発表された当初話題になっていたスケルトンのボディになっています。スケルトンといってもガラスの色が濃いめになっていますので、よく見ないと半透明になっていることが気づかない程度です。ということで、今回7月20日から日本でも正式に発売されることが決定した HTC の最新スマートフォン U20 Plus ですが、大手キャリアから販売されている Xperia XZ2 や Galaxy S9 と比較しても見劣りするところがない、かなりハイスペックな端末となっています。スペックが高い分、価格も10万円と高くなっているのが欠点ではありますが、SIM フリーでお財布や防水にも対応したハイスペックなモデルが欲しいという方にとっては、おすすめの端末になるのではないかと思います。なお、HTC U20 Plus ですが、現在 Amazon でも予約がスタートしています。もし、なるべく早く手に入れたいという方は、早めに予約しておくことをお勧めします。販売ページのリンクについては、この動画の概要欄の方に貼っておきます。その他、詳細なスペック等が知りたい方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。